まだまだでござり。おお、雪室よ。励んでおるな。お親方様。雪室。受け答え一つまともにできぬとは何事じゃ。男は拳で語り合うもの。わしが一から鍛え直してやるわ。いきなり何しやがる。なんで俺があんたに説教されなきゃいけねえんだ。何故すれがしと親方様が。なんてござるか。これは雪ぶりは。どうやし、お二方ともやめるでござる。どっての腰が。あんたは。それじゃあなんで俺とあんたが入れ替わったってのか。信じられるか、そんな話。ならばこれをどう説明するでござる。この野郎、下手な変装しやがって。俺を騙してグラウンドを使おうって魂胆だろうが、そうはいかねえぞ。そうか、ドッキリだな。サルトビもいるんだろう。出てこい、サルトビ。とっくにバレてんぞ。どんな仕掛けだ。カメラはここか、こっちか。おい、サルトビ、本当に入れ替わっちまったのか。だからそう申しているではござらぬか。まさかずっとこのままなんてことはねえだろうな。それがしたちが入れ替わったのは階段から落ちた時。もう一度落ちればあるいは。戻ったか、政宗殿。もう一度。なんで戻らねえんだ。これだけ繰り返して戻らぬとなれば、前例がないか調べてみるでござる。活字が。これは天罰でござるな。天罰？考えてみたら、それがし最近少々たるんでいたでござる。数学ではわからない問題をそのままにし、読書感想文はあらすじだけを読んで書いていたでござる。政宗殿も心当たりはござらぬか。あ、俺は別に。あるでござるか。いや、でも天罰を受けるほどのことじゃ。腹が減ってたんで、学食のコロッケをちょっとな。それでござる。それということは、元に戻る方法はただ一つ。良き行いにて罪を償うのでござる。キレキレするでござる。くっせえ。戻ってない。シーッ、一体どうすりゃ元に戻るんだ。独眼竜真田。お、なんだ、春日殿でござるか。今取り込み中だ。あ、いや、今日はまたいい天気でござってござるな。俺たちに何か用かい。お前たち、いや、雑賀先生を見なかったか。おお、孫一でござるか。ドントノー、見てねえな。そうか、ならいいが。危うくバレるところだったでござらんか。あんたが下手な芝居するからだろう。政宗殿こそ。とにかく入れ替わったのがバレる前に何とかしねえとな。別の場所で戻る方法を考えるでござる。旦那。じい、よりによってあの二人かよ。今度はヘマすんじゃねえぞ。政宗殿こそ。政宗様。おう、小十郎殿、何か用か。でござる。ああ、いや、用っていうか、勝負はどうなったのかなって。勝負？ブラウンドの使用権だ。あれでござる。ござったか。
どうすんだよ、おい。俺はサッカーなんてできねえぞ。それがしとて野球などだ。だからそれはでござるな。引き分けでござる。いや、何引き分け。そうそうそう、引き分けよ。いや、あんたのパンチ効いたでござる。それを言うなら雪村殿の拳も。二人ともどうしちゃったの。何の話だ。どこが変でござるか。なんかぎこちないし、妙に気が合ってるっていうか。政宗様にもいつもの刺すような気が感じられない。二人ともこんなところにいたか。徳川の旦那。聞いたぞ、独眼竜真田。お前たちトイレ掃除を手伝ってくれたらしいな。トイレ掃除。あ、いや、だからそれはでござじゃなくて。そうだ、それこそがまさに絆だ。独眼竜真田。貴様ら、秀吉様が可愛がっていたウサギの小屋を掃除してくれたそうだな。ウサギ小屋。貴様らにもようやく秀吉様のご意向が分かったようだな。どうやら病院へ連れて行った方が良さそうだな。病院？その必要はありません。明智先生入れ替わった。てめえバカなこと言ってんじゃねえぞ。そんなことあるわけねえだろ。信じられぬのも当然ですが、これが何よりの証拠。ま、政宗様。いや、こっちか。いや、だからこれはだな、小次郎。ってことは、見かけはこっちが旦那だけど、中身はこっちが旦那だから。あー、もうこんがらがってきた。まさかこんなことが起こるとはな。お願いでござり。貴殿らのお知恵を拝借したい。おい、それがしたち試行錯誤を繰り返したが一向に元に戻れず、もはやお手上げてござり。やめろ、サラダ。俺の格好して頭なんか下げんじゃねえ。ですが政宗殿、我らの力ではどうにもならぬでござろう。だからってみっともねえまでするんじゃねえ。対面など気にしている場合ではござらん。うるせえ、あんたに何がわかる。どこまで頭が固いでござるか。ドク、ドク、だって政宗。サラダ雪村。やば。また貴様らか、このうつけ者どもめが。なんて教育者だ。火薬の量が多すぎでござる。真田。政宗殿。真田殿。真田殿。真田。まったく人騒がせな奴らだ。いや、これぞ絆の。わし。やったね、旦那。真田宗殿、この小十郎。お、俺だ。家康、私の皿を返せ。落ち着け三成、このような時こそ絆の力を。なんとかしろ、サルトビ。そんなこと俺様に言われても。戻った。戻った。戻った。